劉備は生きている。佐治の言葉に希望を取り戻した趙雲は小野軍に監禁されていた上田城を脱出。劉備を取り戻すべく小野に立ち向かうことを決意した。追っ手を交わし逃避行を続ける趙雲たち。その前に小野軍の囚人護送隊が現れる。捕らわれていたのは小野軍に抵抗していた蜀の将月英であった。前方に軍勢がいる。皆身を潜めよ。将軍、あれは月英殿が感謝に乗せられています。月英殿は私と共に反乱軍にいた。救い出さなくては。こちらは貨幣だな。見過ごせない。感謝を奪い救出しよう。オロチ軍に囚われるとは不覚でした。女、檻の中で暴れんな。騒いでも助けは来ない。私はこのまま捕虜として。孔明様、囚われの姫、今いる男が助けに行くぜ。突っ込んだはいいが敵多すぎ。参ったな。我が軍敵将討ち取ったり。俺もやりますね。月位だ。今助けに参ります。いいとこに来た。ちょっと手貸してくれるか。甘い。助けられちまったな。はい、あの女なら気が入った。おっと、俺も行くぜ。美女は放っとけないとして、この地軍は強いし、助け合いと行こうぜ。俺は埼玉五一。あんた超。はい、孫一頼む。オロチ、
俺は単に美女を見過ごせないだけさ。だが魔王とか聞くと無性に邪魔したくなるのも事実だな。おお、美しいお嬢さん、はじめまして。お名前は？何者？甘い。ショーグ、食の女とはみんなこんなか。甘い。俺もやりますね。甘い。良い槍さばき、俺を倒すとはな。敵将、討ち取ったり。任せよ。俺もやりますね。走れ雷光。敵将、立花が討ち取った。パン。すげえな。敵将、立花が討ち取った。俺もやりますね。敵将、立花が討ち取った。すげえな。もののけの誇り、戦場に示せ。逃げられるかな。
後ろからも行っちゃうよ。これもやりますね。け甘い。クレートは読まれてるか。正確に先を読んだ覚醒、畳みつけるような追撃。この軍略を私は知っている。まさか。お前の相手はこの俺だ。さあここで口当てろ。ダッキは捨ておく。脱出地点を目指しましょう。すげえな。次にやったとこか。貴様の最後だ。敵将打ち取った。すげえな。これで戦わせよ。最後は絶対こうかもよ。甘い。剣山、それがしの総撃、受けていただこう。手前だ。チヤッ。ダッキ下に破れはしない。ダッキの言いなりに。チヤッ。貴様ほどの死がダッキの仕事とは惜しい。チヤッ。チヤッ。屍をさらすわけにはいかぬ。敵将打ち取ったり。鮮やかなお手並み。せやっ。トウ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 。せやっ。せやっ。我が部、わしはうがいい。任せよ。私が相手では不足だ。我が力、存分に味わうがいい。邪魔よ。敵将撃ち取った。すげえな。ついに会った時が貴様の最後だ。邪魔よ。敵将撃ち取った。すげえな。邪魔よ。俺たちも手柄を立てるぜ。邪魔よ。上司流剣トウ。せやっ。
来ましたか。ですね。私が終わらせましょう。光明様、なぜです？なぜ命軍に？月が変わりました。どういうことですか？何をお考えなのですか？敵の隙を披露する伝説では、俺が相手になるぜ。なぜ強さだ。打ち取ったり、俺もやりますぜ。なぜあなたと戦わなければいけない。超運だ。その分は相変わらずです。敵将打ち取ったり、すげえな。今は気ではありません。行かせていただきます。孔明様、お待ちください。孔明様、それもやりますね。なんとか逃れたか。だが諸葛亮どもはなぜ。孔明様は今は気ではないとおっしゃ、何かお考えがあるのでしょう。あら、そう、尻尾巻いて退散ってわけね。ちょっとぬるかったかな。次に期待して。あなたも以前オロチ寮にいたと聞く。その時に劉備殿の噂を聞かなかったな。野郎の噂には興味はないが、そういえば生徒で劉備を見たってあの子が言ってたな。おお、貴重な情報を感謝する。では我々は先を急ぐので。ごめん。待て、男とつるむのは本意じゃないが、今は非常事態だ。俺も連れてってくれ。月英殿、諸葛亮は貴様の夫だろ。なぜ攻撃をしてきたのだ。私にも分かりません。ただ孔明様はいかなる時も対局を見られるお方。先の行動にも何か深い理由があるに違いありません。あの激しい攻撃を受けても信じるのか。夫婦の絆とは強いものなのだな。